そちらです。せいです。本日はですね、ギャグ早押しクイズ。あるギャガーを出題し、早押しで勝った方がその人のギャグを何でもいいので一つ全力でやる。例えばビートたけしがお題だったらピポンコマネチ。なるほど。ダンカンバカ野郎などの口癖はなし。あ、もう代表ギャグ。ギャグ。あ、これは古かったら得意そう。ほんまやな。ギャグね。ちょっとやってみましょうか。はい。霜降りチューブ。あばんない。どっちですか。自分ドリブル。違うやろ。絶対違うわ。はい。いや違うって何よ。今のはブーでしょ。なんでやの。自分ドリブルやろ。いやいや代表ギャグでしょ。代表ギャグと。いや違うでしょ。え何じゃ。パナキです。違うやろ。何でもパナキになるやつしりとりで。パナキです。言うてたけど。いやいや、あの、ブラジルの人聞こえますか？あー、多分そっちや。セパレート拍手か。セパレート拍手。いやいやいや、マちゃんも実はでやってる。デニスさんちょっと待って、おかしいよ。自分ドリブル？あ、出した。え？あ、ヤギさん！びっくりした。お世話になってます。出た、出た。これで心配性の V でもお世話になりまして。そうや、あの、本当に人形の回ね。結構ヤギさんのこと好きです。で、ヤギさん結構楽屋でも優しく僕みたいなもんにも話しかけていただいて、いつもありがとうございます。 YouTube も見てます。おいぇ私、ボーは聞いたことない。次長課長。うわ早いな。おお、いいね。お前に食わせるためによっしゃー。ホームさん、ホームさん、やっぱこのあるあるモノマネとか、ギャグとか、このでちっちゃいボケというか、このコミカルな感じ尊敬してます。いいなぁ、挨拶できんの。やっぱ、ホームさん、ちょっと喋っていいやん。そうですね、次長課長さんの、この、そうですね、中垣さんとか、次長課長さんのあの、さんまさんのファミリーの感じ、僕も入れてください、コントと。で、このモノマネとか、キャリア積んで、どん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 、そっちの、河本さんの、とか、レイさんの感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、めっちゃしっかり挨拶するやん。挨拶できるからね。いや、お前、中川家さんにも挨拶しなかった。あかんで、お前。河本さんだけにせえよ。お前、河本さんが奥におる。バレさんに挨拶したよ。バレた。あかんで、お前。バレた。それ売る違反やん。あ、すまんすまん。オーケー。トランクドラゴン。はいや。なんかあったっけ？ぽよーん。うわ、乳首出した。YouTube で乳首出した。お願いします。お願いします。一個作業加えさせた、スタッフに。ぽよーんで。お願いします。この回の方。ぽよーん。あ、ちょっと待って。ここをこうこうこう。よし。あったな。こうこうこう、なんかあったな。懐かしい。うわマサル、ゴリラ、一般人も有名ですよね、塚地さん。あ、それ塚地さんか。あった。いいことあるぞ、自らそう願うとかもあります。めっちゃギャガーやな、ギャガー。いや、ギャガーのもう代表でしょ、塚地さん。塚地さん、俳優業もやられて、僕今度舞台やりますんで、塚地さん、塚地さんみたいなコミカルな、なんかそういう演技、そして芸人としての、愛されキャラというか、尊敬してます。なんか、そうですね、粗品とかはまた別なんですけど、そういう長い、長いキャリアで、それお前、なんか愛されて頑張ってます。俺は俺で、よろしくお願いします。俺は俺で、よし。俺は俺で関係あるからな、その挨拶今後。俺を下げる必要なくて。じゃあ、その挨拶って正規の時間やから、絶対ほんま、ちょっと松本人志で貼っときます。絶対ギャグないねん、あの人。藤原さん。はや、この、止めてくださいね、西さん押したら。なるほどな、なるほどな、なるほどな。あへい、一個少なかったけど。原西さん、原西さん、お疲れ様です。僕、ほんまに原西さんのこと好きです。せいやは原西さんのこと嫌いって言うてました。あれ下げ方えぐ
心配症でもこの間あのご一緒させてもらって、あの僕はほんまに腹抱えて笑ったんですよ。すごかったです。せいやはほんまに、あの、一個も笑ってみて。ギャグといえば俺やろみたいな嫌な顔してました。いやいや、俺意外とないから。はい。ちょっとあの、入ってこといて。いや、正義やから。それ嘘はやめよう。嘘ついてるからな。いや、嘘じゃないからな。あれのさ、あとハマーさん、おい、ハマーさん。いい勝負よ。タリ。なんて今のタリ。タリ。タリ。オイルショック。あ。岩井ジョニオさん。聞こえんかった。もう聞こうか。タリ K。うわうわ危な。ガチョン。よし俺これやらされてるから、当て身投げで。そうやな。せいやさんに。谷圭さん本当にお会いしたかったです。ね。なんか言っていいよ、挨拶。お会いしたかったです、本当に。まあちょっと共演は叶いませんでしたが、その、谷圭さんに届くように、僕も頑張ってお笑いやるんで、見ててください。よろしくお願いします。それやろ、谷圭さん。俺もから言っても俺や釣りバカにしも見てました。いや重要、佐々木課長。いやあそれはない。すいません。俺も言いたいことあるべきだから塚地さん。じゃあよっしゃ、谷圭さん取られたん悔しい。ハンカッチョ。あ、僕くるー。あっ、ザキヤマさんありがとうございます。本当に僕やっぱり関西出身で吉本芸人なんですけど、とはいえやっぱ東京の兄さんやっぱ好きで、ほんまにアメトークのタッチトークで僕の隣がザキヤマさんやった時もう震えました。ほんまに嬉しさとで、まあ不安もいっぱいやったんですけど、もう楽しかったです。ありがとうございました。ザキヤマさんお願いします。本当にうるさいな。うるさいってな、うるさくせーな。そんなことないよ。ちなみにせいやは本当にザキヤって言ってました。あんまザキヤマさんのこと嫌いになる要素ないやろ。なんかこうアンタッチャブルさんがちょっと疎遠になってる時もずっと柴田さん派でした。珍しいって。ザキヤマさんとよう仕事してたから。よっしゃ。そう、ちょっと早いな。いいとこで押してるね。食べこう。HAPPY ライフ、あ、ハッピーライフお送りください。 OK。敗者復活ステージの審査、お疲れ様でした。安倍浩二さんのルミネの、出番とかも本当に結構前ですけど、たまにご一緒させてもらった時に、いや、ほんまにすげえなと思います。僕ももともとピン芸人で、で、漫談一本で行きたいなとか思ってた時もあるんですよ。めちゃくちゃ見ました、安倍さんの漫談。若葉の7階の上方演芸資料館みたいなとこ行って、そこで R1 の過去の DVD 見て、安倍浩二さんのソーセージの漫談とか、まあ、ドレミの歌も有名ですけど、そんなもめちゃくちゃ勉強しました。なんかせいやは安倍浩二さんの顔が一番おもろいって言ってました。めちゃめちゃ舐めてる。漫談がほんまにすごくて、いやあれここの人やのにできないです。顔の人。もうこれからもぜひ共演者よろしくお願いします。ちょっと挨拶長いなぁ、だんだんな。あ、そう長いし、嘘ついてるからさ、嘘やめようか。嘘、いや、全部嘘ついてる。嘘ついてるなぁ。お願いします。あと2問。 OK、はい、村上さん。うわで、よし。 OK。 でかいなぁ。いや、そうやで。ドゥーンとかちゃうからな。ほんまにドゥーン。村上さん、うまいな。そう、ドゥーンじゃないの。ドゥーン。ドゥーン。ドゥーン。弾けるから。ドゥーン。村上翔一師匠、覚えてますか。覚えてますか。ほんま5、6年前、また霜降り明星が賞も何も取ってない、給料3万ぐらいの時にご飯連れて行ってもらいました。そうなん。はい、それは、梅田の、なんかの終わりでしたかね。さんまさんの番組じゃん。そうです、さんまさんの番組で、ギャグの V をせっせっせいやで、村上翔二師匠とで、鍋を食べさせてもらいました。で、僕みたいなもんにネタを
どんだけやらなあかんと、そのネタをやり続け、おお久しぶりの俺やのにお前が勝ってたら分かるけど、久しぶりの俺やのに邪魔する俺が勝ってたら分かる、分かるよ、俺負けてんのに久しぶりやのに、あのネタを年取ってもやれと、うわあ熱い、はい、僕はほんまにそれ一緒です、このどんだけなんか仕事増えてもこの出てきた時の気持ち、ネタで出てきたということを僕は忘れないです、だから粗品が忘れそうになってるんですけど、いや僕が引っ張ってどんどんなんとか霜降り明星コント作ってるやろ、死ぬまでネタを白木で今ネタ作ってるやろ、作ろうという僕にかかってると思ってます、毎月単独ライブ、ネタは本当に僕が火つけていきますんで、庄司師匠見守っていてください、あとさんまさんや中垣さんのファミリー、世界だそれ、地上課長さん、お地上憧れてます、世界だそれ、尊敬してます、よろしくお願いします、まとめて言うの世界だ、あーいらいらいら、世界だ、もうじゃあ次ラストやな、ラストね、はい、すごい勝った、ちょラストすまん、勝ったら、うん、ちょ全員に挨拶できることにしてくれじゃあええけど大変やで、いやもう短くするから、でもお前もいい、あの庄司師匠とか挨拶できる、あマジ、あ、庄司師匠挨拶したいよ、オッケー、流れ星よっしゃ、うまっすよっしゃ、いや、わからんやどっちがまだ、どっちがまだわどっちかわからんやまだ、ありがたや、ありがたや怪しいけどな、よし、いや怪しいけどな、オッケー、 やるか、まあ、ええー、けど、うーん、いやー頭叩かれてな、いや、まあ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 、頭きた、足は南、どうも、本発おじさんです、あー、そうだよな、ありますから、いやー、全員に挨拶できる、最悪や、谷圭さん、俺なんですよ、クレイジーキャッツ好きなこいつに谷圭さんって教えてんの俺です、それはそう、こいつ知らないんです、ほんま、無礼なやつなんです、ね、無礼ではないよ、別にな礼儀は普通やで、あんないな、別に無礼じゃないけど、続けて続けて、ハラミスさん、ハラミスさん、もちろん僕ギャグクラブもね出させてもらいまして、ハラミスさんのギャグ、ギャガへの道、僕もちょっと今は結構仕事いっぱい忙しくてなんか作れてないですけど、ちょっとずつギャグ作っていきたいと思います、よろしくお願いします、でも挨拶、ザキヤマさん、ほんまに助かります、アメトークいてくれたらあの年末の占い師のノリとかもザキヤマさんありがとうございました、で、この前もザキヤマさんルームシェア芸人の時ももうこれからもザキヤマさんよろしくお願いします、取り返すように挨拶してんな、お前阿部浩二さん憧れてます、あんな素敵な夫婦、あ、そこ僕もそこ素敵な夫婦になれるように、やっぱそういう業界の人と業界の人の結婚も憧れております、頑張ります、薄っ阿部浩二さんネタの終わりのことがないんやそれ十分も言ってくれたから、あ、そう、あとは OK、 おい、いやー、ありがとう、全員挨拶できた、あれ今谷圭さんと阿部浩二さん、原西さん、阿部浩二さん、これ相当失礼よ、忘れてたら、カバンのこれやってん、あれヤギさんやってない、ヤギさん俺やで挨拶しよう、あ、めっちゃ失礼このちょ待って、ちょ待って、この挨拶ってシステムないやねん、もうお前、ヤギさんに挨拶できへんやこの挨拶終了、挨拶ヤギさん、結局僕ですわヤギさんあげるわ、じゃあやるってないやねん、うん、皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。